皆さん、こんにちは。この動画は2チャンネルの世にも奇妙な話すれによってロアというものを皆さんに話していきたいと思います。ロアというものは人づてに聞いた噂話、根拠らしい根拠を知らないけれど本当のように思える話、嘘のようだけど事実に聞こえる説得力のある話、いわゆる都市伝説などチェーンメールレベルでの話のネタであるということです。このすでに語られていることを参考に皆さんに紹介していこうと思います。都内某所の女子校に閉ざされた螺旋階段がある。窓の一つもないそこを降りていくと、やはり窓の一つもない小部屋が一つ。その床の真ん中になぜか電話が置かれている。電話線はもちろん通じていないが、時々閉鎖された扉の前を通るとコール音が聞こえるという。信じようと信じまいと。北海道1966年2月4日、千歳空港に向けて乗用車で走行中の家族があった。その日の不思議な出来事。空港まではほぼ一本道であるはずなのに、ずっと進むといつの間にか逆方向を走っているのだ。何度向きを変えても元の場所へと戻されてしまい、結局予約した飛行機を乗り逃してしまった。しかし乗り損なったそれは、その日に東京湾へ墜落した羽田沖全日空遭難事故の機体であったという。信じようと信じまいと。ベルギーの北部に神隠しの森と呼ばれている場所がある。そこへ行くと必ず誰かが消えてしまうと、現地の人は怖がって近づこうとはしない。日本人の大学生グループが遊びでそこに寄った時のことだ。森に入り出てくると、その5人は一応お互いに確認し、誰も消えていないと安心していたが、帰国の際宿で荷物をまとめると見知らぬ日本製のバッグが残ってしまった。一体誰のものだったのか。信じようと信じまいと。フランスの南カンブレの村には綺麗な水の出る井戸があった。水量も豊富で、村の人間はそれを長年大変重宝にしていたのだが、1862年その水が急に出なくなったので、村人が井戸の底へと下っていくと、水脈はおろか水脈があった形跡すらなく、ただ石の床があるのみ。彼らは何を汲んでいたのだろうか。信じようと信じまいと。事の始まりは1週間前、私宛に送られた一通の手紙です。その手紙には差出人の名はなく、不審に思いながら開封するとそこにはワープロで62ものロアが書かれていました。そして手紙の最後に次のような文が載せられていたのです。信じようと信じまいと。この手紙にあなたの知るロアを一つ加えて一人の人間に送れ。そしてこの中のロアについては10話でしか人に教えてはならない。もしこれを破れば、あなたの名前の載ったこの手紙がそのうち回り出すことになる。私の名はロア。私が事実に打ち勝つ日まで、私は偶然であり運命であり奇跡である。そして無意味であり意味である。私の名はロア。私が事実に打ち勝つ日まで、信じようと信じまいと。多分私の身の上に何かよからぬことが起きるとでも言いたいのでしょう。しかし私はこの手の話を信用する人間では全くありません。だからチェーンメールなどする気も起きませんし、この内容もおそらく作り話だと思っています。ただこのロア自体はとても面白いので、みんなに楽しんでもらおうとこんなスレを立てました。そんな自分でもやはり10を超えるのは少し怖かったです。しかしすでに教えてしまったので、
もしこれが本当だったとしても、もうどうしようもありません。私の身に何か起これば、それも重ねて報告しようと思っている次第です。事情というのは以上です。そういうわけで、これからもよろしくお願いします。